最初はこのインスタライブを入れることによってですね、お客さんの温度感とかが今まで一緒に上がっていったので、継続だったりとか新規の成約率っていうところが本当に2倍ぐらい変わったって感じでしたね。40日で920万ほど売り上げることができましたね。ありがとうございます。皆さんこんにちは。今回は中学受験のオンライン家庭教師事業をされている井村さんが40日間で920万以上ね売り上げを上げられた秘訣というところでね実績対談をね取っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めて現在のお名前と活動内容を教えていただけますでしょうか。株式会社エレン代表取締役の井村直樹と申します。今あの中学受験の事業をですねやらせていただいてまして、5年前からオンライン事業の方をですねしっかり入れさせていただいて、現在こういう形で活動させていただいているという形になります。ありがとうございます。ということで、中学受験って言えば大体ですね箱型でリアルで店舗でやっている塾が皆さんイメージつくと思うんですけど、オンラインスクールでねものすごい中学受験の実績を上げていらっしゃる井村さんなんですけども、 SNS とかのマーケティングスクールってたくさんある中で弊社を選んでいただけた一番の決め手っていうのはどういったところだったんでしょうか。僕自身が以前から YouTube でライブをずっとしてたんですよね。その時にその効果を薄々感じたんですけれども、他の社長とか僕はもう数年前から結構してたんで、その時からはずっとライブをやり続けてるのを見てたんですよね、インスタで。そこでこれやるとお客様の温度感ってもっと上がるんじゃないかなとか、距離感とか近くなんじゃないかなっていうところで、売り上げとかまだまだ伸ばせんじゃないかなと思ってすぐに田野さんに連絡させていただいたって感じですね。ありがとうございます。もともと僕自身のねライブを見てくださって、そこからっていうところでねご入学をいただきまして、入学前と後のね変化ってところも次に聞いていきたいと思うんですけども、ご入学前の状況っていうのはどういった状況だったんでしょうか。もともと広告での集客がメインで、そこから LINE の中でのお客さんの教育っていうところをやってたところを、最初はこのインスタライブを入れることによってですね、お客さんの温度感とかが今まで一緒に上がっていったので、継続だったりとか新規の成約率っていうところが本当に2倍ぐらい変わったって感じでしたね。ありがとうございます。もともとライブをそこまで導入していなかったところからライブを入れたことで成約率も上がったし、さらに言うと、もともと井村さんの場合で言うと主に広告で集客をされていたわけなんですけども、そこの広告で入ってきたお客様に対してもライブを行うことによって、もともと広告経由って言って見込みの薄いお客様が多かったりするんですけど、そこからホットなお客様に育てていくことができたりしたというところで、入学いただいてから今までずっと入学前は個別面談でね商品を販売されていたということで、膨大な時間を個別面談に使われていたというふうにおっしゃったんですけども、そこからセミナーを取り入れていただくことで、その後の変化であったりとかいかがでしょうか。もうずっと個別でやってて、毎月3、40件、ね、やってたんですけれども、ね、しかも1人の面談に1時間半ぐらいかけてやってたんですよね。はい、それ考えると、すごい時間効率悪いなと思ってたんですけど、なかなかそこから抜け出せなくてですね、ずっとそこからスタートしてきてて、個別でやるものだっていうふうに、そうじゃなきゃ売れないっていう思い込みがあってですね、他の社長とかが、やっぱり方たちって、セミナーもやっぱ導入されてたんで、実践してみたところですね、いきなり制約が出たんで、こんな感じで売れるんだっていう、衝撃とともにですね、新たな武器を手に入れたなっていう感じでありますね。実際、ズームセミナーという形でね、ズーム勉強会を開催していただいたことで、成約率とかはどうですか、個別面談の時と比べると。もっと下がるのかなと正直思ってたんですよ。個別面談でも実際3、4割のところはキープしてたんですけれども、そこから落ちちゃうんじゃないかなと思ったけど、あんまり変わらなくて、しかも今まで面談来なかった売り込もしてた人たちもライトに参加いただいたんで、その辺のところとかも集めれたのですごい良かったんじゃないかなと思います、ね、ありがとうございます。1人に対しての個別面談大体90分使っていたら、3、40人だとねかける40なので、1ヶ月に60時間個別面談に使っているところが、例えば2時間のセミナーで10名のお客様に対してプレゼンをすることができたら、3回セミナーを行っても30人の人に対して2時間かける3回で6時間なので、本当に10分の1とかね8分の1ぐらいの時間圧縮で同じぐらいの売り上げを出すことができるというところで、実際直近大体3、40日間ですかね、トータルの売り上げでいうと今どれぐらいの売り上げになられてますでしょうか。40日で920万ほど売り上げることができましたね。ありがとうございます。しかも分割払いっていうわけではなくて、着金ベースでもかなり着金率も高く売れてます。そうです、うち分割もないんですよね。銀行振り込み一括ですね。そこもライブとセミナーでの教育が一貫してたのかなっていうのがすごいあるので、オンラインにもかかわらず信頼関係がしっかり構築できてるからできてる技なのかなっていうふうに思います。本当にそうですよね。一般的なね高額商品とか扱ってる場合とかだと、売上げはすごい高いんだけど分割で着金が全然してなくてとか、24分割でとかね、そういうのもたまにあったりするわけなんですけども、皆さんはほぼほぼね復活着金で売り上げがね上がっているということで、意識されている施策であったりとか、広告から LINE に集めてそこに対して行っているインスタグラムのライブであったりとか、リールをどういうふうに作っているのかっていうところで、井村さんの中学受験のアカウントをね表示させながらちょっとお伺いしていきたいと思うんですけども、ではですね、今井村さんの中学受験のねアカウントをこちらに表示させていただいてまして、主にこのアカウントはですね広告でリストを集めて、そこのお客様に対してライブを行う用のねインスタとしてね運用されていまして、特にリール投稿とかもね結構発信をされていらっしゃいますが、再生回数もね大体4桁っていうところをね安定され
されていて、特にリールの撮影で大変でなかなか撮れないですって方も多い中で、井村さんの場合はリールとかってどういう風に作られていらっしゃいますか？作ってるっていうか、ライブを毎週やるじゃないですか、はい、それを切り抜きさんにお願いいただいて、うん、そしてそれをそのまま上げてるだけっていう。ライブのね、基本的に切り抜きをされていらっしゃるということで、自分でね台本作って撮るっていうのは時間がないっていう場合はライブを切り抜いていただく、切り抜くのはちょっと外注さんに依頼していく必要もあったりはするんですけど、まあ、すごい楽っていうね、もう半分自動広告みたいな感じで、うん、しかも僕の場合は受験情報っていうのは焼きがあってトレンドがあるので、その時々のお話をしていくので、ライブではそこを切り抜いてピンポイントでですね、時期物のリールが出るので、お客様に一番ホットな情報っていうのを届けれてるのか、そこの4桁の数字にね再生出てるところなのかなと思いますね。素晴らしいですね。そしてこういう形でリールはライブの切り抜きをされていて、ライブの頻度はどれぐらいでされていらっしゃいますでしょうか？インスタライブは週1回しかやってないですね。テーマを決めて LINE の配信でもね、ライブの告知を流してっていうところで撮影されていて、あとはストーリーズとかもクオリティ高くね発信をされてると思うんですけども、ストーリーの閲覧率とかってどれぐらいいますでしょうか？だいたい200人から300人ぐらいいますよね、うん、フォロワーの数はそんなに多くないんですけど、見てくださる方が多くて 25% ぐらい、ね、そうですね、はい。もともと井村さんの場合は広告で集めて、そこから個別面談誘導してたところから、このインスタライブをですね切り替えていただくことによって、体感であったりとか改めて感じた違いとかってありますか？リールのところもそうで、教育入ってて、さらにストーリーズがすごい見ていただいてるので、お客様は実際うちいらっしゃる人たちの反応とかを共有させていただいてるんですけど、そこに温度感が高くなって、うちの子も長瀬先生のところに預けたらこういう風になるんだっていう風な理想の未来が多分描けてる状態で撮れると思うので、うん、そこですごい反応が良くなってるんじゃないかなっていうところで、ライブも告知もこの後またやるんですけど、大体1時間前の告知であったとしても5、60人の方が常に正直来てくださるので、同時接続で5、60人そうなんですね。待ってくださってるっていう方たちがいらっしゃって、ライブする側もすごいテンションが上がるんですよね。だから継続しやすいなっていう感じですよね。実は井村さん以前は YouTube ライブとかを使ってやられた時期もあったと思うんですけど、そうですね、YouTube ライブとインスタライブを比べてインスタの方がやっぱり良かったって感じですか？縦長なのとピコンピコンと光るじゃないですか、うん、なので常にやっぱりやってるのとなったら、あ、見なきゃいけないっていうのもあると思うんですけど、参加者やっぱ2倍ぐらい違いますね、 YouTube ライブ。参加者数もそうだし、あとコメント数とかももう全然違いますね、うん、コメントしづらいじゃないですか、アカウント取らなきゃいけないんで、コメントではそのコミュニケーションが取れたりとか、あとはそこでのセミナーの誘導だったりとかすごいしやすくて、スルッと入っていただいたので、インスタライブとインスタをうまく活用して広告これつなげれれば、後発組でもなんかスルッといけちゃうんじゃないかなっていう。ある程度ね、売り上げ上がって資金的に余裕がある場合は広告をかけちゃって、でそこから LINE 登録してくれた人に対してライブを週一で行っていくっていうね、新たな方法がたまたま完成しちゃいましたね。もちろん SNS 集客の方がね、広告費ゼロで見込むお客さんを集めていくこともできるんですけど、労力がかかるので、最初からある程度資金ある場合は広告を使っちゃってっていうね、そこにライブを組み合わせていくっていう、そういうやり方もね実際にありますよっていうね、これも一つの事例として皆さんもすごい参考になるかなと。次です。 Zoom セミナーで具体的に意識したセミナースライド作りであったりとか、説明会で意識したポイント、こういったあたりについても聞いていきたいと思うんですけども、まずセミナーを行うにあたってスライドとかもね作り込んでいくっていうのがすごい重要だよっていうふうには僕もいつもお伝えしていて、このあたりとかは実際に井村さんので今回作られてみて、感触であったりとかいかがでしたでしょうか？まずは自分の今まで言った個別で売ってたスライドをちょっとやって、うん、セミナーを初日やった時は反応が悪くてあんま売れなかったんですよね、はいはい、北野さんに相談させていただいて順番変えたりだったりとか、価格の見せ方だったりとか、そういうことやっていくだけでいきなりセレプ率上がって、あ、売れたみたいな感じになったので、北野マジック入りましたね。北野マジック入りましたセミナースライドってどういう順番で話していくかっていうのによってもね、本当に制約率とか価値の伝わり方、価値の積み上げ方っていうのがだいぶ変わってきますので、そこがねかなり大きなポイント。うちの場合もセミナースライドとかを作るテンプレートとかね、プレゼン資料の型があるので、それ通り作っていただいて、変則をさせていただいて、テコ入れをねさせていただいて、さらに上の上位プランもね用意されて、そうなんですよ、それも今回ご制約いただけたということ で、それがねまさかね4つとか売れるとか思ってなかったんで、出方でこんなに変わるんだなと思って、逆に言うと僕自身もこっちの方が得じゃんって思うようになったんで、もともと価値のあるものをね販売されていらっしゃったので、よりさらにねお客さんの深い悩みを長期的に解決できるプランとして、3ヶ月間だったところは半年間のパッケージを用意していただいた、半年間の方がセット割でお得みたいな形のね、いつも継続はされてはいたんだけれども、だったら上位の方でやってあげて、お客さんもそっちの方がお得に感じていただけるようにすれば変わるんじゃないっていうところで、価値で入る金額が大きいんで全然違いますよね。実際セミナー当日着席してくれた方からの制約率っていう面でいうと何パーセントぐらい、今回セミナー今まで個別面談とかで4割5割のところでもっと落ちるのかなと、そんな変わんなかったんですね、3、4割だったんで。すごいですね。井村さんね結構高単価されていらっしゃいますけど、それもだいたい 30% 後半から 50% ぐらいのレンジで制約率高く売れているっていう、すごいですよね。これ知っちゃうと本当無敵ですよね。売上の上がり方が全然違うなっていう感じしましたよね。時間
間効率でいうとね、一度に本当に10名とか20名のお客様に来ていただいても対応できるような仕組みになっているので、このズームセミナーっていうのは本当にね、そういう意味ではかなりレバレッジがかかるような販売手法の一つかなと。個別でやってた人たちが心理ブロックすごいあると思うんですけど、そこのね、棚を先生に外してもらってやっていただいたら、皆さん売り上げ抜けた人々があると思いますけどね。個別面談をいきなりゼロにしろっていうわけではなくて、個別面談の回数をちょっと減らしつつ、セミナーもハイブリッドでやっていくっていう意味でちょっとずつテストしていくとね、安心だと思うので、お客様もね、新鮮味があって、そっちの切り口の方がやっていただいたら売れることもあったりするんで、最終的にセミナーだけでやっていくと一番理想ではあるかなと思うんですけど、それやるとあまりにもお客さん来すぎちゃうんだよね、私の場合は。そう抱えきれなくなってしまうんで、本当そっちの悩みの方があるって感じなんですね、うん、ありがたいですけどね。とは今回セミナーセールス終わって説明会終わった後に個別でのねご決済の時間があると思うんですけど、そこに対して結構どういうふうに対応されているのかっていうのもちょっと聞いていきたいと思うんですけども、うん、最初驚いたんですよね。電話で来たんですか、出ますよって言って、そうそう、LINE ツアーで僕もね固定電話があって、訪問で来ていただいた人なんか問い合わせ電話で対応してたんですけど、そのノリで普通に話聞いてるだけで20分ぐらいとかで普通にお願いしますみたいな感じになっちゃったら、え、売れるんだみたいな感じでしたね。セミナー終わった後に専用の LINE 公式アカウントを一つ作っておいて、今 LINE 公式アカウントって通話できるので、それでお電話すると通話料もかからないですし、 LINE なのでセミナー終わった後に一人一人 Zoom で個別でやっていくってなると、時間がもたついてしまって相手を待たせてしまったりとか、 LINE 通話だとね時間を決めて一人一人日程調整をして LINE 上ですぐ電話できたりとか、ね、セミナー後できたりするので、スムーズにクロージングまで持っていく。いや、すごいですよ。大手さんだってとブレイクアウトルームとかで Zoom やると思うんですけど、結構しんどいと思うので、これは本当にいいかなって、効率がいいなと思いましたね。クロージングはもう LINE 通話っていう形で、ね、セミナーの終わった後は一貫してもらえるのは、お客さんとのつながりっていうところがあるようなセールス手法だなと思いましたね。ライブ、セミナー、通話ってところで一貫してその人が見えるってところがあると思うんで、そこがずれてないんでやっぱ売れてるのかなっていうところがありますよね。改めてにはなるんですけども、弊社学科ですねで入学いただいて、よかった点などあれば教えていただけますでしょうか。うちの北野社長がたくさんお客さん見ていただけてる中でもかなり細かくアドバイスいただいてたんですよね。っていうところと、予習客だけじゃなくて、僕の印象としてはすごいインスタグラムとかその辺のところの部分の発信投稿とか避けてる人なのかなと思いきや、それだけじゃなくて、セールスまでちゃんとマネタイズするまでのところのしっかりと組み込まれたロジックがすごいなっていうふうに思いましたね、改めて。ありがとうございます、うん、皆さんね結構そのあたり知らない人多いと思うので、知ったら必要できれば全然違うような世界が待ってるんじゃないかなと思いますけどね。フロント発信だけではなくて、 LINE の構築だったりとかクロージングまでの流れをね作っていくってところが最終的には重要になってくるので、あとLINEの部分がだいぶ変わりましたね。やっぱり社長は潜在意識のねプロではあると思うんですけれども、そういった部分のところで売上のタガだったりとかセールスのタガだったりとか外してもらったんで、そこはすごい感謝してますね。三村さんもねこれからもさらにねコンフォートゾーンの外側にね行かれると思いますけども、こういう観光活躍もねすごい楽しみにしております。いい機会いただいて、僕の中でのこのメンターとして北野さんも一番ぐらい言っても過言ではないぐらいの方ではあるんで、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。今回この動画を見ていただいて、これから SNS とかマーケティングをね頑張っていきたいという方だったり、弊社 SNS 集客学科の、ね、入学を検討されていらっしゃる方とかもいたりすると思うんですけど、そういった方に向けて一歩踏み出していきたいという方に対して何かメッセージがあればね一言いただけますでしょうか。初心者の方はもちろんのこと、中級者上級者の方でも実は本当はめちゃくちゃすごいノウハウだったりとかテクニック考え方とかあるので、中上級者の方もねぜひね挑んでいただけたら、すごい大きなリターンじゃないですけれども、まあ、売り上げだったりとかそういったものとかね価値観を変わっていくんじゃないかなと思いますね。ぜひありがとうございます。今回セミナーセールスを導入されて、実際に売上ベースでも40日間でね920万っていうすごい売上がね上がってらっしゃるということですけども、それ以外にも心理面であったりとか時間面的なところでの変化っていうところはいかがでしょうか。個別でねやっていくってところ疲弊してたし、指導の部分とか昔は現場でずっとやり続けてたんですけど、お客さんのサポートはずっとやってはいますけれども、そっちの方に時間割けれるってところと、家族との時間ってところがですね、僕夜の時間とかであんまり使えないので、日中だけで仕事はもう完了するような状態がそれができるようになったらすごい大きいかなと思いますよね。顧客サポートに対する時間もすごい割けるようになったっていう。そうですね、そうするとお客様のクレームなんかほとんどないですし、逆に言うと先生とコミュニケーション取れたり、インスタの回線こう文章とか、あとは他の雑務も全部いろいろ全部自分でやってるんですけど、そっちの方とかも滞らずですね、スムーズに広告のテスト改善とかに時間出たりとかしてるんで、集客教育販売を全部自動化しててレバレッジ効かせるようにしていくだけで、あ、こんなに時間生まれるんだってやっぱ衝撃受けましたね。素晴らしいですね。その他にプライベート面であったりとか、そういったところでもなんか変化とかはどうでしょうか。この元出かけたりだったりとか、そういったものもやっぱ大事にしていかなきゃいけないし、あと先生と仲良くできたりとかお話できたりとか、はいはい、その人たちはまあ関係もいい関係築けれるようになったしっていうことですね。あとは全部とかお金のこととかの計算とかもいつも溜まってやってたところとかも、これも滞ることなくできたりとか、自分の趣味のトレーニングだったりとか時間割けれるようになったんで、はい、そこはすごい嬉しいなと思うんですけどね。素晴らしいですね。一日中ね個別面談で日程埋まっちゃうっていう人も中にはいる中で、セミナーを取り入れることでご家族との時間とか、その他の仕事に割ける時間、顧客サポートの時間、スタッフとのコミュニケーションの時間、
間、そして趣味の時間っていう、そういうところがね、捻出できているっていうところは、すごい二次的なね、作用としてもすごい大きなメリット。いや、そうですよね。本当に今、オンライン化させていただいているので、うちの先生とかも、本当に海外で仕事してる人だったりとか、地方の人が多かったり、僕自身が旅行先で仕事できるようになったりとかしたんで、すごい理想の働き方ができてるんじゃないかなと思いますけどね。この働き方が皆さん求められてて、うちの先生たちもすごい喜んでくださってますね。お客様の方も、実はそのオンラインのこの形式がすごく良かったっておっしゃっていただくので、クライアントさんのサポートも Zoom で中学校で、ね、そうなんですよ。あと LINE とかでのサポートを実現させていただいてるから、はいはい、逆に言うと学習塾、距離を感じたりとか、保護者面談とかって月に1回あるかないかのところ、毎日つながりがあってコミュニケーションを取らせていただいてるので、指導以外のところの管理っていうところも、先生方たちも楽しくさせていただいてるみたいな、そういう状態なので、好循環が生まれてますよね、全てにおいて。素晴らしいですね。こちらもありがとうございます。最後ですね、井村さんの中学受験のインスタグラムと、そして LINE 公式アカウントも概要欄の方にね、貼らせていただきます。ぜひ勉強になるので皆さんもね、登録してチェックしてみていただきたいと思うんですけども、今日動画見てくださってる方で、井村さんね、中学受験のスペシャリストということでですね、実際中学受験で今検討されている方とかをですね、なんと今だけプレゼントがね、もらえるということで、簡単に LINE 登録の無料特典ご説明いただいてもよろしいでしょうか。重大特典という形で通過させていただいて、現状で今まで悩んでいる人、偏差値30、40の子たちがほとんどなんですけれども、そういった方たちがですね、本当6年生のね、超短期間でもですね、志望校、自分の思ってた以上の、ね、レベルの高校50、60ってことをたくさん入れてきて、今年は一人も受からなかった子もいなくてですね、もう全員合格できたっていうこともあってですね、すごいそういったノウハウのところとか、世の中に出てないものとかっていうところとかを、本当に積み重ねて全部お話してるので、ぜひそれ受け取っていただくだけでも、合格のところのきっかけになるんじゃないかなと思うので、ぜひ受け取っていただければ嬉しいかなと思うんですね。ありがとうございます。ぜひ皆さん、こちらまでチェックしてみていただけたらなというふうに思います。井村さん、本日はお時間いただきまして、本当にありがとうございました。井村さん、ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。一つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー。通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらはね、11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですね、そのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね、自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。